工藤治は、日本の海軍軍人、海軍航空隊戦闘機搭乗員。第二次世界大戦中には、撃墜王の一人としてその名を知られた。公式の撃墜記録は7期。最終階級は、飛走長、戦死後に階級特進で、飛行特務注意。1931年6月1日、飛行予科練習生2期生として入隊。同期生に、 小泉東一、東山一郎ら。1935年4月に飛行練習生課程を卒業、大村海軍航空隊に配備された。昭和12年7月、第13航空隊に配属され、上海港大飛行場に配置された。9月19日、和田哲次郎少佐指揮する爆撃隊、制空隊で第一次南京空襲が完光され、工藤は、 菅波政治中尉の第二小隊二番機として参加。カーチスホーク32機と遭遇するも、遁走し、撃墜には至らなかった。その後、急降下攻撃してきた新ホーク1機に反撃し、不確実撃墜。続いて、新ホーク1機を南京南西方の飛行場に追い詰め撃墜、発撃墜を記録した。しかし自らも被弾し、機とで様子港に着水、救助された。 11月、本土に帰還。1938年1月、加賀戦闘機隊に配属。4月以降、家中、カナへ、艦爆隊の援護として従事。4月13日、関東省広州の天が白雲飛行場空爆で、艦爆隊の護衛として出撃。この時、蝶の二郎一空想機を襲撃しようとした。 リーク栄操縦のグロスターグラディエーター2915機に銃撃を加えたとの記述もあるが、この時工藤は感染隊指揮官だった手島秀夫単位の発動機部長で2番機の磯崎船、リニ空想と共に引き返したため、空戦には参加しておらず、近藤正一空想と近藤したものと思われる。同日午後、重火飛行場爆撃へ手島単位の2番機として、 再び出撃したが、快適しなかった。8月30日、波を攻撃に、手島隊員の2番機として参加、波を飛行場に駐留していた中国空軍第3、大体第32中隊のグロスターグラディエーター9機と、交戦、うち2機を撃墜したが、手島隊員も戦死した。年末、赤城戦闘機隊に転属。その後、百里原海軍航空隊。 空想庁に昇進。1941年9月、第3航空隊戦闘機体新設に伴い、同分大使となる。同隊には、第13航空隊所属当時領機だった赤松貞明も転属した。12月8日に、ルソン島攻撃に参加するも、途中で故障のため引き返す。12月10日に、ルソン島再攻撃に参加し、共同撃墜休機 1942年3月3日、オーストラリアブルームへの空襲の中で撃墜され、戦死した。駆動を撃墜したのは、オランダ領東インド陸軍航空隊、ML ナイオールのカスウィンケル中尉が登場する 7.99mm 機関銃を搭載したロッキードロードスターであったという。戦死後、連合艦隊司令長官より、全軍布告で戦死後に階級特進。 ありがとうございます。